皆さんもうお風呂は入りましたかここは眠れない皆さんが集まるカフェシーパルシープです入店条件はお風呂に入っていることだけ本日も一日を終え頑張ったお客さんたちでにぎわっていますということでまだ起きている皆さん入店ありがとうございますシーパルシープのお時間です ラジオの電波は FM79.7MHz。アプリはリスンラジオ、マイチューナーラジオをジャックして放送しております。メッセージは、nononigq.gmail.com、nonig 数字の q.gmail.com までお待ちしております。 ツイッターでもハッシュタグシーパルシープ」をつけて感想をいただけるとすごく嬉しいですそれではお時間まで私のんのおしゃべりに皆さんお付き合いください皆さんこんばんはオーナーののんですはいもう早いもので4月が終わり5月に入りましたが皆さんお元気ですか <laughs> ゴールデンウィークも始まってね。もう、もう始まってというかもう終わりの方かな。あと2日ですけど、皆さんなんか楽しんでますか私は、えっと、これは収録なので、放送日の前の日に撮ってるんですけど、えっと、北部の方に行ってきて、結構自然を感じる日でした、今日は。 いいっぱいなんか森森みたいな <laughs> ところで緑を見て今日は多分ちょっとちょっとだけ視力が良くなったかも <laughs> 緑たくさん見たからね <laughs> ではじゃあ早速第4夜のの,の本日のおすすめは新しい環境やっぱり4月になって えっと年度が変わって新しい環境になった人も多いかなと思ってこのテーマにしました私も少しだけど環境が変わってなんかなんて言うんだろうな一緒に授業を受ける人が前よりすごく少なくなっちゃってみんな他就職進学しちゃったから内地に行っちゃってすごく最初は。 本当に4月の入学式した時とかはすごく寂しくてえっとなんか去年までいた卒検室とかに行っても友達もいないしなんなら後輩たちがいてすごい違和感だしすごくお世話になってた先生も東京に行っちゃっていないしなんか。 すご,うんすごく寂しい4月の頭を過ごしてたんですけどまあやっぱ1ヶ月もしてくると場所は一緒なのでまあ慣れてきてうん慣れてきてまあ普通に授業を受けてでもなんか去年より課題とか授業の量が増えて。 結構課題に追われてる毎日を送ってます。なので結構なんか寂しい1ヶ月だったなって思ってますが、みんな、内地に行ったみんなは新しい環境になって寂しくないのかな <laughs> 私たちだけ学校に残ってた私たちだけなのか、まあわかりませんが、みんな新しい環境で 慣れることが、慣れないといけないことが多くて、寂しさなんて忘れてるのかもしれませんが、沖縄に戻ってきたときは、会いに来てほしいですね。<laughs> なんかね、インスタとか見ると、内地に行った人たちでみんなで集まってたりして、それはそれですごく羨ましいなって思って、私もいつか内地に行ったときには混ぜてほしいですね。<laughs> まだあと、 2年くらいは、私はまだ沖縄にいるので、それまで皆さん、えっと、私のこのラジオに付き合ってください。よろしくお願いします。はい、新しい環境に私はなれるのは、まあまあ、自分で言うのもなんですけど、得意な方かなと思ってて、 っていうのも人と新しい人と触れ合うのはすごく好きでなんかどんな人と出会えるかなって思うと結構ワクワクするタイプなのでそこは全然心配してないんですけどあの生活リズムが慣れるのが結構遅いタイプなのでそこだけかな私は。なんかもし もしというか新しい環境ってなんかもし楽しくない場合もあると思うんだけどなんか楽しくなるような工夫をできたらいいですよねなんか私もそういう工夫をしてますなんか例えばうーん なんか新しいいいところに引っ越してすごく通勤時間が長くなるとかだったら何だろうななんかポジティブに音楽聴く時間が増えるなとか考えるようにしてますねそういう話でもないのか何かいい例えが思い浮かばなかったな <laughs> でもやっぱりなんか楽しくないなって思って過ごす。日々を過ごすよりも、そう、なんか楽しいことを見つけるっていうか、これをしたら楽しくなるかもみたいな想像をして私は日々過ごすようにしています。 なんかいい例えがあったら、思いついたらまたラジオで喋りますね。じゃあ今日もメールが来ているので、皆さん読んでいきます。まず、ラジオネームヤンキツさん。のんちゃんこんばんは。こんばんは。テーマ新しい環境。一番環境が激変したのが18歳の状況。金田空港に降りると真っ先に感じたのが空気が悪いこと。学生して住んでいたら何も思わず、 そう、時は数十年が経過した。結論、住めば都。環境が変わっても楽しんだもの勝ち。もんちゃんまとまりのないメールでごめん。ありがとうございます。羽田空港に降りると真っ先に感じたのが空気が悪いこと。いや、それを感じられるっていうのはすごい。今まで、なんかいいところにいたっていう証拠だから。 いいいと思いますけどでもやっぱそっかヤンケチさんにとっては嫌なんだよね。うん、な何を言ってんだ私は <laughs> <laughs>、えー。そうっていうのも私は羽田空港に降りて降りた時空気が悪いとか何も感じなくてワク,ワク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 みたいな感じだったから逆に。 そうなんだと思っってでもやっぱりよよく言いますよね都会は沖縄に比べて空気が悪いと私はずっと東京に憧れている派の人間だったのでだったというか今もなのですごく羨ましいなと思いますけどやっぱりねそれは人によるからなあ 私にそんなこと言われてもですよね、ヤンキーズさん。<laughs> やっぱね、住めば都、ヤンキーズさんが言ってるけど。そうです、住めば都。私はあんまり大きな引っ越しはしたことないけど、全然、なんか、今の状況に、なんか、問題を感じてないなって。 言おうととと思思っったたけど全然もっと都会に住みたいと思ってるわ今 <laughs> でもね別になんかめっちゃ不便ってわけじゃないから住めば都なのか分かんないなまだ住めば都は分かってないです私ははい何の話をしてるんでしょう <laughs> なんかさツッコミ役が欲しいよね誰かいませんか <laughs> 突っ込んでほしいじゃあ次に行きますラジオネーム沖縄大好きさん <laughs> ごめんなさいのんちゃんこんばんは沖縄を愛する沖縄のラジオリスナー沖縄大好きですこんばんはメッセージテーマ新しい環境7年間勤めた職場を退職して2か月間は就活していましたそこから今の職場に再就職して1年が過ぎました 根本的なところは同じでも実際やるとまた違う部分が新しい環境になれるまで時間がかかりましたありがとうございます7年間も同じ職場に勤めてたっていうのが私はこのメールを読んでねすごいなと思いました私結構コロコロ環境を変えちゃうタイプでなんか小学校の時も 私なんか引っ越しをして途中でなんか今の高校にもあ中学校にも行けるしこうなんか今の小学校に通っててそのままみんなと同じようなに中学校にも行けるしなんかその時の住所で高校外に住んでたからなんかその住所で行ける違う中学校っていう2つの中学校が選べてあ その時に、うんと、変えたんですね。校区外の方に。で、また高校受験するって言ってもなんかちょっと偏幣なところに行ったし。なんか、変えがちなので、すごいなと思いました。その7年間も同じ場所にいる。でも私も結構、今の進路先、私、それで言うと私も自分で珍しいなって思ってて、 なんかイメージと大学院みたいなところだからうんなんか私今の学校6年目なんですねだからんか私にしては珍しいなって思ってるのでなんか好きだったらやっぱ続けられるのかなでも全然あの技能 FM 技能 FM 小山やめないので沖縄にいる限りは全然そこは安心してほしいです <laughs> 再就職して1年が過ぎたってことは今2年目だ2年目も頑張ってくださいやっぱ新しい環境になれるのは時間かかりましたって書いてあるやっぱそうですよねなんか覚えることも仕事だと特に多そうだからみんなで頑張りましょう <laughs> じゃあ,あコーナーに行こうかな はい。それではコーナーの方に移ります。本日の店内 BGM。このコーナーでは私の好きなアーティストや最近注目しているアーティストを紹介したり、私の最近の音楽活動のお話をするコーナーです。早速本日の店内 BGM を紹介します。やゆよさんでアバヨ、あばよ。それではまずやゆよさんについて軽くご紹介します。 2019年に大阪発のバンドで、2019年大阪発のバンドで、ギターボーカルがリコさん、ギターコーラスがペッペさん、ベースコーラスがハナさんの3ピースのガールズバンドです。私がやゆうさんと初めて出会ったのは、YouTube の MV で、さよなら前夜という曲を見て、すごく、なん、 魅力的ななバンドだなって思いま,したまずえっとイントロがすごくキャッチーでどんな歌だろうって思ってすごく興味を引いたらなんだろうボーカルのリコさんがすごく印象的でなんかなんだろうなすごく目を引く、うん、言葉に言い表せないけど。 すごく自由に動き回って歌っててすごくなんか自分というものがしっかりしててすごく目を引く存在だなって思ったのをすごい覚えていますでその「キャッチーの音」とは裏腹の少し悲しい歌詞となんか力強いけどちょっと悲しみもこもった声とそれが相まって私がよく聞く バンドになりましたねなんか今日は弥生を聞いて学校に行こうとかいう日もあってずっと弥生を聞いて学校に行ったりとかしてましたで今今も流れてるかな「あばよ」っていう曲を選んだのがえっと最初の歌詞が衝撃的すぎて神様よりも信じていたのに嫌いになりました なんか、多分、好きな人のことを、多分というか、歌ってる曲なんですけど、神様よりも信じていたのに、っていうのが、私にすごく刺さって、あ、なんか、そ、あのー、っていう気持ちを、これで表現しているっていうのが、なんかやっぱり、神様ってみんな信仰し,してるし、 あみんな信仰してるわけじゃないか。なんかやっぱり、なんか、いざという時には神様にお願いしたりとかするじゃないですか。それ、そんな絶対的な信頼を置いている神よりも信頼する、信じてるほど好きっていうのを一番最初に持ってくるのに、すごい、なんか衝撃を受けて、この曲を選びました。 なんか、やっぱりこの曲もパワフルな声と裏腹にすごく、ちょっと少し悲しい歌詞があって、でもその根底にはすごくなんか悲しいんだけど強い自分がいる気がして、どの曲も。そんな、それがやゆうよの私は好きな ポイントですねなんだろうなうーん私は私っていう感じが好きでで,でさっきのちょっと「さよなら前夜」の話にちょっと戻るんですけどこの収録をする前にもう一回 MV を見,見たんですけどすごくやっぱりさっき言ったみたいにリコさんの動きがすごい特徴的で私は。 なライブするときとか、なんか、周りの目線を気にしすぎて、動けないことが多くて、なんか、空に閉じこもっちゃうと,というか、俯瞰で見ちゃって、なんで私はこんなことをして、こんなことをしてっていう言い方は変だけど、うーん。 こんなこと、こんな感じで動いて、変じゃないかなとかが前に来ちゃって、だんだん自信がなくなっていって、多分それは見てる人にも伝わっていってしまうから、なんか、すごく、見習おうって思いました。<laughs> んこんな感想でいいのかななん、なんて言うんだろう。ほんとね。 なんかやっぱり人の目を気にしちゃう性格なのでの自分がやりたいようにやるっていう生き方がすごくかっこよくてでもなんか私が聴いてるバンドはすごいやっぱそういうバンドが多いからいや私が特殊なのか何か やっぱり、ボーカルの人って表現する人が多いから、音楽をやると人が変わるってよく言うけど、私もよく言われるんですよ。こんな感じだけど、こんな、なんかふわふわしてるってよく言われるんですけど、こんな感じだけど、きっとなんか音楽をやってるって言ったら、なんかギター持ったらきっと変わるタイプな,なんだよね、みたいなことを言われて、 心の中ではそんなことないんだよなというかそれができないのが悩みなんだよなって思ったりしてうんだからやっぱりそこをもう一回なんか MV を見て思いました前えっとライブを見に行った雷さんの 時もそれを思ったしでその前に行ったハンプバックっていうバンドのライブ行った時にもすごいなんか自由にやっててどうやったらその殻を破れるんだろうっていうのをずっと考えてて私はずっとこのままなのかなとか思ったりしてそう思ったらまた なんか音楽を聴いてみたいな <laughs> そんなループができていますねなんかなんかみんなみんな多分そういうことあるよねそれをうまく解消改善できたらいいなと思っている今日この頃です ちょっと暗い話になってしまいましたが私は余裕さんが大好きですので <laughs> じゃあえっともうそろそろ時間なのでエンディングに移りますさてそろそろシーパルシープも閉店の時間が近づいてきました皆さんも眠たくなってきましたか本日ものんのおしゃべりに付き合っていただきありがとうございました来週はすみませんオーナーが ちょっと不在のためお休みです来週の NON の,の本日のおすすめは大人皆さんの思う大人送ってください私が思ってる大人喋ります <laughs> そんな感じですメッセージは NONNIGQ のんのん o n, n, o n、I g、数字の9 マークまでおお待ちしておりますえっと来週が休みなので再来週の火曜日の12時までに送っていただけると嬉しいですそれではおとぎ話と,とともに皆さんを夢の世界へお連れしますおやすみなさい